石川のお米子ども探検隊5回目の放送です。さくくん、のんちゃん、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。さて、今回は石川県の方に馴染み深い八幡の寿司弁にやってきました。さくくん、のんちゃん、今回も美味しいものを食べたいですか？食べたい。昭和41年に羽咋市で創業した八幡グループが展開する八幡の寿司弁。安全品質の安心価格をモットーに、八幡の寿司弁だけでも石川県内で23店舗あります。店内での食事に加え、お弁当やお惣菜の販売など、値段とボリュームに大満足なお店です。今回は八幡の寿司弁松本店の松田さんにいろいろと教えていただきます。では早速、質問がある人を手を挙げて。はい。ここでは百万石をどんな風に使ってるんですか？はい、ここ松本店を含む石川県内の八幡の寿司弁全店で、店内で提供するメニューやお弁当やおにぎりで百万石を使用しているんですよ。松田さん、百万石へのこだわりはありますか？私たち八幡の寿司弁は石川県に根ざした企業としまして、長年多くの方々からご当地ソウルフードとして愛されてきたと思っております。そこで地元石川県にこだわりまして、石川県のブランド米の百万石を使用することにしました。はい、質問です。お店のおすすめは何ですか？はい、おすすめのメニューはズバリロースカツ丼です。こちらが百万石を使ったおすすめメニューのロースカツ丼です。柔らかい食感でジューシーな三元豚を使用したロースカツと、もちもちと弾力のある百万石がベストマッチ。うどんやそばとセットになってお得な丼物セットもあります。松田さん、どうしてお弁当にはご飯がないんですか？はい、これはですね、お弁当を買うときに温かいご飯を詰めますので、お客様にはとても喜ばれているんですよ。八幡の寿司弁のお弁当は、購入時に温かい百万石をお店で詰めてもらえます。こちらもおすすめです。いただきます。松田さん、百万石を使ったメニューの評判はいかがですか？はい、寿司弁では朝にお昼のお弁当やおにぎりを買われるお客様が多いんですが、時間が経ってもご飯が美味しいということで、そういった評判を受けております。ロースカツ丼におすすめのお弁当、さくくん、のんちゃん、いかがですか？お肉ふわふわしてるから、なんか美味しい。あったかくて美味しい。さくくん、のんちゃん、百万石の特徴覚えてますか？はい、ご飯が大詰め。はい、冷めても美味しい。そうですよね、ご飯が大粒で、そして冷めても美味しいから、百万石はおにぎりにしてもよし、お弁当のご飯にしてもよし、石川県の自慢のお米なんですよね。石川のお米子ども探検隊として、百万石の稲刈りや工場見学など、石川のお米について学んださくくんとのんちゃん、今回で任務終了です。では最後に行きますよ。百万石は百万石。